これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1ゴールデンファイターズセカンドダウン11ボールオン自陣11ヤード第4クォーターに入ります。攻撃権はゴールデンファイターズセカンドダウンファーストダウンまで残り11ヤードクォーターバック01ハンドオフ上からのスカラキ約4ヤードのゲイン後藤選手自らボールを持ち左をタックル付近を突き約プレーナンバー4の2ゴールデンファイターズサーダウン7ボールを自陣15ヤードゴールデンファイターズサードダウン新たなファーストダウンまで残り7ヤードインターセプト。ターンオーバー。クォーターバックゼロ。ここでパスを投じましたが、投じたパスを取ったのが後藤選手。パスを。サイドワインダーズ17。サイドワインダーズ。攻守交代です。ターンオーバー。2回目のインターセプトになります。17番柴田選手がインターセプト。攻守交代。敵陣23ヤードよりサイドワインダーズのボールへと変わります。プレーナンバー4の3サイドワインダーズファーストアンテンボールオン相手陣23ヤードクォーターバック18番右ロールアウトからパスを投じようとしましたがこれをゴールデンファイターズ57番がキュービーサーク大きくロス。コオロギ選手キュービーサークドライバープレーによりまして約8ヤードぐらいのロスです。プレーナンバー4の4サイドワインダーズ相手陣31ヤードからセカンドダウン18セカンドダウン、ファーストダウンまで残り18ヤード。パス不成功。クォーターバック24番へのパスでしたが、このパスをゴールデンファイターズ17番のハードヒットによりパス不成功とさせました。パスは不成功。サードダウンプレーナンバー4の5サイドワインダーズ相手陣31ヤードからサードダウン184番トスを受けてのスイーププレーしかしこれも対応されさらに4ヤードロス。選手の左奥プレーカットいたしましたのはゴールデンファイターズディフェンスバック4番今井選手しかし例えばのプレーもロス下がっています。プレーナンバー4の6サイドワイナーズフォースダウン24ボールオン相手陣37ヤード約6ヤードのロス。ただいまのプレーにより6ヤード下がりましてサイドワインダーズラストダウン新たなファーストダウンまで残り24ヤードプレーナンバー4の6サイドワインダーズ相手陣37ヤードからフォースダウン24このパントはプレッシャー浴びながらもコントロールよくサイドワインゴールデンファイターズ陣10ヤード付近でボールデッド攻守交代です。サイドワインダーズ選手がボールをピックアップしましたのでその時点でゴールデッド攻守入れ替わりゴールデンファイターズ自陣10ヤード11ヤード付近でファーストダウン自陣11ヤードファースト
プレーナンバー4の7ゴールデンファイターズファーストダウン10ボールオン自陣11ヤード何バック7番ピッチを受けて左オープンへ展開約3ヤードのゲインゴールデンファイターズランニングバック9番多田選手の左オープンプレイ3ヤードのゲインゴールデンファイターズセカンドダウンプレーナンバー4の8ゴールデンファイターズセカンドダウン7ボールオン自陣14ヤードサイドワインダーズナイスです。オプションプレーでランニングバック9番ピッチを受け右オープンになりましたがこれはプレッシャーからさらにロスしております。サイドラインを走り切ろうとしましたがサイドワインダーズラインバッター44番石原選手がタックルトレーナープレーで大きくロス、7ヤードのロス。プレーナンバース4の9失礼いたしました。9ヤードのロスです。ゴールデンファイターズサーダウン14ボールオン自陣7ヤード。何枠9番ドロープレーゲインはしておりますがフォースダウンと変わります。サイドワイダーズ失礼いたしました。ゴールデンファイターズランニングバック9番多田選手のドロープレー中央を走りまして約7ヤードのゲイン新たなファーストダウンまで残り9ヤード。プレーナンバー4の10ゴールデンファイターズフォースダウン9パントフォーメーションを選択。パンター22番ボールオン自陣13ヤード。ここでホイッスル。タイムアウトサイドワインダーズ後半1回目のタイムアウトサイドワインダーズに後半1回目のチームタイムアウトの要求です。アメリカンフットボールでは前半後半それぞれのチームが3回ずつチームタイムアウトを要求することができます。サイドワインダーズ後半1回目のタイムアウト。サイドワインダーズ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の10ゴールデンファイターズ自陣13ヤードからフォースダウン内パントフォーメーションを選択しています。パンター22番このパントは自陣35ヤード付近でアドバンス攻守交代です。パントボールがサイドラインを超えましたので越えた地点によりサイドワインダーズの攻撃と変わります。サイドワインダーズ敵陣33ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー4の11サイドワインダーズファーストダウン10ボールオン相手陣33ヤード。ナイスです。ランニングバック4番ドロープレーによるランを狙いましたがこれをゴールデンファイターズがチャージし4ヤードロス。92番坂上選手56番笹池選手がタックル。プレーナンバー4の12サイドワインダーズ相手陣30
8ヤードからセカンドダウン15、ファーストダウンまで残り15ヤード、クォーターバック18番タイトエンド88番へのパスでしたが、ゲインはしておりますがサードが残っております。キャプテン88番西川選手のパスが成功、約3ヤードのゲイン。サイドワインダーサードダウン、ここでホイッスルです。レフェリータイムアウト、ウォーターブレイク、ここでウォーターブレイクを取ります。ここで審判団よりウォータータイムアウトのコールです。プレーナンバー4の13サイドワインダーズサーダウン12、ボールオン相手陣35ヤード、サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウンまで残り12ヤード、クォーターバック18番パスを投じようとしましたが、これをゴールデンファイターズ72番がキュービーサーク、約5ヤードロス。一旦はキュービーサークから逃れ右奥へ展開しようとしましたが、ゴールデンファイターズのディフェンスの集まりが早く、プライマルプレーを要素しております。タックいたしましたのは56番、本日大活躍ディフェンスライン笹池選手です。サイドワインダーズラストダウン、プレーナンバー4の14サイドワインダーズフォースダウン17、パントフォーメーションを選択、このボールをゴールデンファイターズ自陣15ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。ファイターズがボールを抑えた地点より白のユニフォームゴールデンファイターズの攻撃に変わります。ゴールデンファイターズ自陣14ヤードにファーストダウン、プレーナンバー4の15ゴールデンファイターズファーストダウン点、ボールオン自陣14ヤード、クォーターバック01ワイドレシーバー20番にパスを通し約5ヤードのゲイン、ゴールデンファイターズワイドレシーバー20番山田選手のパスが成功、5ヤードのゲイン、ゴールデンファイターズセカンドダウン、プレーナンバー4の16サイド、ゴールデンファイターズセカンドダウン4、パスインコンプリート、パス不成功、ゴールデンファイターズサードダウン、ターゲット13番、プレーナンバー4の17ゴールデンファイターズサーダウン4、ボールオン自陣20ヤード、キャリア91番ファーストダウン獲得です。
レカーズファーストダウン。プレーナンバー4の18ゴールデンファイターズファーストダウン点ファーストダウン。ターゲット13番ゲインは6ヤード。ゴールデンファイターズワイドレシーバー13番山本選手のパスが成功、6ヤードゲイン。プレーナンバー4の19ゴールデンファイターズセカンドダウン4ボールオン自陣31ヤード。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。ディフェンスの反則です。パスインターフェア反則発生地点からゴールデンファイターズのファーストダウンです。ゴールデンファイターズファーストダウン。ファーストダウンの反則です。反則地点によりゴールデンファイターズのファーストダウンとなります。ゴールデンファイターズプレーナンバー4の20ゴールデンファイターズファーストダウン点ボールオン自陣47ヤード。ターゲット13番ゲインは約6ヤード。ゴールデンファイターズワイドレシーバー13番山本選手のパスが成功、4ヤードのゲイン。ゴールデンファイターズ成功しました6ヤードのゲイン。プレーナンバー4の21ゴールデンファイターズセカンドフォーボールオン相手陣47ヤード。ここでボールをファンブル、どちらが抑えたか。ゴールデンファイターズが抑えましたのでことが決めております。しかしただいま自らボールを抑えております。しかし約3ヤードこの結果プレーとしてはロスをしております。約2ヤードのロスです。プレーナンバー4の22ゴールデンファイターズサーダン6ボールオン相手陣49ヤード。試合時間残り3分11秒残り6ヤード。インターセプト、インターセプトターンオーバー。クォーターバック01ここでサイドワインへのパス。しかしこれを取ったのはサイドワインダーズ。したがって攻守交代、ターンオーバー。ディフェンスバック31番東選手インターセプトで攻守交代です。攻守が入れ替わりましてサイドワインダーズ自身44ヤードよりファーストダウン。プレーナンバー4の23サイドワインダーズファーストダウン点ボールオン自陣44ヤード。試合時間は残り2分49秒。
何は4番トスを受けての左オープンへのスイープレー、ゲインは1アウト。ライトバック4番吉川選手、左オープンに展開しましたが、ゴールデンファイターズの速いディフェンスがありまして、ただいまのプレー約1ヤードのゲインに抑えられています。サイドワインダーズプレーナンバー4-24、サイドワインダーズ自陣45ヤードからセカンダウン内。パス成功。ワイドレシーバー20秒前のパスを通し約7ヤードのゲイン、中で倒れたので時計は止まります。井上選手のパスが成功、8ヤードのゲイン。サイドワインダーサードダウン、新たなファーストダウンまで残り2ヤード、試合終了まで残り1分30秒を切ろうとしています。プレーナンバー4-25、サイドワインダーズサードダウン2、ボールオン相手陣48ヤード、試合時間まもなく残り1分20秒を切ります。サイドワインダーズファーストダウン、中央ワイドランプレーでファーストダウン獲得です。ランニングバック31番ディフェンスにも出場し活躍しています東選手の中央プレー、ファーストダウンを獲得、デリジン45ヤードよりファーストダウン。チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ後半1回目、ゴールデンファイターズ後半1回目のタイムアウトを取りました。後半1回目のチームタイムアウトを要求、ただいまでの得点、白のユニフォームゴールデンファイターズ0点、黒のユニフォームサイドワインダーズ9点、サイドワインダーズが9点のリードです。試合終了まで残り1分7秒、ゴールデンファイターズ後半1回のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-26、サイドワインダーズ相手陣45ヤードからファーストダウン点、試合時間残り1分7秒、フルバックのダイブプレー、ゲインは約5ヤード、ここでホイッスル、サイドワインダーズの中央プレー、約5ヤードのゲイン、チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ後半2回目、ゴールデンファイターズ後半2回目のタイムアウトを取りました。後半2回目のチームタイムアウトの要求です。ゴールデンファイターズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-27、サイドワインダーズ相手陣40ヤードからセカンドダウン5、試合時間残り1分1秒、フルバックのダイブプレー、約4ヤードのゲイン、ここでホイッスル、
サイドワインダーズの中央プレー、約4ヤードのゲイン。サードダウン、チームタイムアウト、ゴールデンファイターズ後半ゴールデンファイターズ後半3回目のタイムアウトとなりました。これでゴールデンファイターズのタイムアウトとなりました。ラストタイムアウトですので、ゴールデンファイターズにはタイムアウトが残っていません。サイドワインダーサードダウン、アウトのファースターまで残り1ヤード。ゴールデンファイターズ後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-28、 サイドワインダーズ相手陣36ヤードからサードダウン残り1ヤード。前半残り時間、試合時間残り50秒、ランニングバック31番トスを受けての左奥へのスイッププレー、東選手の左奥プレーでファーストダウン獲得です。サイドワインダーステージに34ヤードよりファーストダウン、試合終了まで残り44秒。プレーナンバー 4-29、 サイドワインダーズ相手陣34ヤードからファーストダウン10、試合時間残り44秒。リーダー時計を回します。ゴールデンファイターズには時計を止める手段は残っておりません。ここで試合時間がなくなりました。試合終了。 NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグ2020X2、 試合終了となりまして、ゴールデンファイターズ0点、サイドワインダーズ9点でゴールデンファイターズサイドワインダーズの勝利となりました。ご覧いただきましたように、ゴールデンファイターズ0点、サイドワインダーズ9点でサイドワインダーズが勝利いたしています。ご視聴ありがとうございました。